第23代クロフォード伯爵、第6代バルカレス伯爵アレグザンダー・リンジーの、肖像、第23代クロフォード伯爵、第6代バルカレス伯爵アレグザンダー・リンジーは、イギリス・スコットランドの貴族、陸軍軍人、政治家。1752年1月18日、スコットランド貴族クロフォード伯爵・リンジー家の分家に、当たる。 第5代バルカレス伯爵ジェームズ・リンジーとその妻案の間の長男として生まれる。イートン校を卒業後、1767年からイギリス陸軍に入隊。1768年2月20日に父が死去し、スコットランド貴族社位の第6代バルカレス伯爵位を継承した。1777年には、カナダ中流の第24不評連隊の中佐となり、 大根デロンがトリデ法移戦に参戦して負傷した。1784年から1796年までと1802年から1825年まで、スコットランド貴族の貴族代表議員として、貴族院議員に列する。1789年から1825年に、かけて、第63不評連隊の名誉連隊長を務める。1793年に、少々、 1798年に、中将、1803年に大将に昇進した。1794年から1801年にかけて、イギリス植民地ジャマイカの知事を務めた。1808年1月30日に、第22代、クロフォード伯爵ジョージ・リンジーが子供なく死去したことで、分流の彼が、第23代、クロフォード伯爵位を継承したが、これが確定したのは、 彼の死後の1848年の貴族院の決定による、1825年3月27日に死去した、1780年に床にあたるエリザベス・ダ・リンプルと結婚。彼女との間に借位を継承するジェームズ・リンジーはじめ、4男2女を設ける。ありがとうございます。